変わらずじゃないか。最初のカウンターで鮮やかにクリアしてけど俺たけしのように甘くはねえぜ。要は勝ちゃいんだよ。どんな手を使ってもな。絶対偶然だ。ムカついた。わざとやりやがったな。絶対負けねえからな。マジかよ。八六の差を詰めてくる。そんなバカな。ぶつけてくる気か。しまった。俺が抜かれるなんて理解できねえんだよ。このまま負けたら俺はチームの中で笑いになった。たとえ引き分けに持ち込んでも俺のメンツは保ってみたらね。このバトルの結果はダブルクラッシュといこうぜ。